俺の名はチャンピオンボン、最強のチャンピオンだ。今日も新たなチャレンジャーを待ち受けている。モブットゴーレムとはこのワールドに住む不思議な生き物。海に、森に、村に、ワールド中の至る所にその姿を見ることができる。プレイヤーたちは仲間となるゴーレムを捕まえて、ワールドのチャンピオンとして君臨するボンジュールに戦いを挑む。チャンピオンボンジュールにはネザライト装備とケーキが支給され、チャレンジャーに倒されないようにバトルする。果たして勝つのはチャンピオンかチャレンジャーか。みんなもモブモンゲットじゃぞ。チャンネル登録お願いするぜ。チャンネル登録してみんなもチャンピオンになろうぜ。はい、ということで、今回やってまいりました。ボンさん、チャンピオンボンに、みんなで挑戦しようコーナー、イエーイ。今日はなんか特殊なゴーレムを召喚できる世界に来ているので、まあ、ゴーレムで、チャンピオンボンを倒せという、シリーズとなっております。ボンさん、ゴーレム相手だったらすぐ負けちゃうくない？いや大丈夫だ、今日はこのために装備をいただいている。あ、ネザライトなのね。あ、強そう。これはさすがに強そうだな。これだけあれば大丈夫。はいはい。みんないろいろ多分ゴーレム召喚すると思うけど、ゴーレムによって体力とか攻撃力とか、あと特殊能力とかも多分違ったりすると思うんで、まあ、なるべく強そうなゴーレムで、作ってボンさん戦わせるもよし、数で攻めるもよしで、はい。ボンさん弱ったところにね、弱いゴーレムで倒しに行くっていう作戦もありだから、一体ずつ、挑戦していきましょう。じゃあ行きますか。はい、なるほど。はい。果たして俺を倒すのは、どのチャレンジボーイかな。ボンさん、マジで、1体目とかでやられるのやめてくださいよ、本当に。そこは頑張る。そこは頑張る。動画的になんか1体目でやられると、本当にやめてよ。じゃあ皆さん、5分後。チャリーン。よーし、じゃあ行くか。ちょっとね、最初この作業台ゴーレム行ってみようかな。ちょっと早く一回ボンさんの実力を試してみたいよね。でもゴーレムってさ、そもそも結構強いじゃないですか。ゴーレム自体が強いから、そこら辺の素材で作るゴーレムも意外と強いんじゃないかな。そんなになんか、ダイヤゴーレムとかさ、黒曜石ゴーレムとか、作らなくても、ボンさん倒せる気するんだけど。あ、そもそもあれじゃない？木のゴーレム作れるんじゃない？よーし、やりますか。この辺になんか面白い地形とかがありゃ、なんかそっから持ってくるっていうのできそうだけど。あっち砂漠っぽいな。ちょっと、TNT 欲しくない？ちょっと、一発目はちょっと軽めのやつで攻めて、ちょっと二発目以降、ちょっと TNT とか面白いやつで攻めよう。さあ、始まりました。私、今日ちょっと音声トラブルにより、ゲーム音がありませんが、頑張ります。どうしよう、ゴーレムがすごい規制上げたりしてたら。グラフツール作るけど、こちら、この右下の本ですね。右下。うん、どうした？ちょ、オンで。オンで、一個茶碗しようだ、オンで。オンディ、ちょ、こっち来て。こっち来て。え？何？目始めてるよ、オラフくん。オラフも始めてるって。来た。来た、オンディ。ボンジュールさん！おぉ！オラフボーイ、もう来たのか。今回は最強のゴーレムを持ってきました。なぬ？いでよ！オンリー！ああ！オンリーゴーレムだ！ちょっと待って。斧だけ作らせて。今回はどうだ？これでいいんだな。本気でやるんだな。本気だ、史上最強のオンリーゴーレム。かかってこい、オンリーゴーレム。さすがに厳しい。待て、ほら。オンリーゴーレム。ほら。
ほら、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 さすがに無理か。またの挑戦を待っているぞ。これやりたかった。通じてよかった。ありがとう、オンリー。なんだったんだ、あいつらは。あれ？ヘッポンさんが？あれ、もうみんな言ってる？嘘？もうみんな言ってるんだけど。どういうこと？ああ、そういうことか。多分、俺が本当のゴーレムだって仕掛けたんだろうな。で、何が作れるんだったっけ？よさげなやつないかな？テラコッタ、作業台。いや、かまどとか強そうだな。かまど？戦力眼系とか TLT。今日何でもいけそうだな。チャンピオン！おお！チャレンジャーどうする？どうした？チャンピオン、もう誰かと戦いました？今な、オンリーゴーレムと戦ったところだ。あ、そういうことか、そういうことか。チャンピオン、ゴーレム連れてきました。お、もう来たのか。はい。ドゥス、ドゥス、ドゥス。なんだこれ。ドゥス。いけ、ウッテンゴーレム。木のゴーレム。木のゴーレム。これでちょっと、チャンピオンボーンの小手調べと行きたいと思います。おお、かかってこい。いけ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 。いいいいいい。いけ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 。ああ、強い、チャンピオンボーン。弱い。またの挑戦待ってるぞ。悪魔なのよ、もう。あ、チャンピオン、チャンピオン。チャンピオン、チャンピオン、もうちょい正々堂々やってる。ごめんなさい。チャンピオンだって、チャンピオン。笑い、高笑いが悪魔なのよ。いや、なかなか強かったぞ。いや、なかなか見どころがあるな。ありがとう。また新たなゴーレムを連れて、チャレンジしてくれ。はい、チャンピオン。ありがとうございます。これだな、チャンピオン。いや、やっぱ強いな、やっぱ強いチャンピオン。魔王みたいなお笑いしてたから。ボンさん、来ましたよ。おオラフボーイどうした？行きます。それ召喚できるの？オラフくん。できてないし。できてないんだが。オラフボーイ、はい、また来てくれよな。バイバイ。あれ、オラフくん何しに来たの？ゴーレムの召喚に失敗してた。チャンピオンボーン、おまた挑戦に来ました。もう早いな。ズッスん？ズッスズッス。こいつは多分特殊能力持ってるはず。ズッス。来ました。作業台ゴーレム。作業台ゴーレム？これならチャンピオンボーンに勝てる。行け。行くぞ。勝負だ。作業台ゴーレム。あ、うわ。行け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 。なんか作れ。なんか作れ。なんか作れ。いや、強いな。強いな、チャンピオンボーン。ドズルボーイ、またの挑戦を待ってるぞ。ダメだったか。木とあんまり変わらなかったな。ケーキはちゃんと減ってるな。いや、なんか作業台ゴーレム、なんか特殊能力あるかなと思ったんですけど、ダメでした。また来ます。またな。失礼いたします。おお、オンリーボーイ。次のチャレンジャーは金か。自分戦ったんですけど、やられちゃったんで、分身をご用意しました。お、なるほど。今、え、カマドゴール、カマドゴール、ああ、カマドゴール来た。これちょっと強そうだな。じゃあ、カマドゴーレム、勝負だ。え、あれ？え、そうでしょ？え、それがないってボンさん。え、1ミリも動かないじゃん。うそー。え、なんかオンリーボーイ、なんかすまん、なんかすまん、こっちは、すいませんでした。また来てくれよな。カマドゴーレム激ヤ、激ヤ、ハテナってどういうこと？ハテナってどういうことだ。ちょっとこういうのやっぱストーリー展開とかを考えてた方が多分感情移入ってしやすいんですよ。だから例えばだけどチャンピオンボーンはなんか俺の故郷を焼いたとかそういうのを付け足しておけば本気で勝ちたくなる気がする。そういうことにしよう。俺の村を焼いた張本人、俺の村を焼いた張本人、俺の村を焼いた張本人、オラフ君が死んだ。まあちょっとネザー関連のものめっちゃ気になるね、やっぱり。この辺マグマゴーレムあたり行くか、地下掘ってネザー行きましょう。暇だの。手応えのあるやつは、
おらんかの。よし。おーっと、オラフ君先に入られてしまったネザーに。そうだよな。まあ、そんな、拠点から離れちゃね。いかんよな。まあ、このもんか。金もそんなないし。いやー。どうしよう、やっぱ。地下掘ったらわかったかなー。よし。暇だなぁ。あれだなぁ。チャンピオンって、孤独だな。これちょ、地下に潜るか。チャンピオン分待ってるわ。僕何も用意してないのよ。ごめん、チャンピオンボン。さらば、チャンピオンボン。お、ドズルボーイ？ドズルボーイ？あ、ドズルボーイ。何やってんだ、ドズルボーイは。あ、下に潜ってった。何してんだ、ドズルボーイ。お、レッドストーン発見、レッドストーン発見。なんかあんまり企画でさ、レッドストーンを使うことないからさ、使ってあげよう、レッドストーン。ブラックストーン。ポーリッシュで、壊れたから。ポーリッシュで？なんだそりゃ。まあいいや。ポーリッシュでって、英語が読め。英語読めんぞよ、英語が。チャリーン！ライジングサーン！チャンピオンの朝は早い。今日もトレーニングに余念がない。朝の散歩。顔を洗って、はあ、おはよう。朝風呂は気持ちいいぜ。よし、3回挑んでどうなるか。チャンピオンいないんだけど。馴染んでる。頼もう。ああ、来た。おぉ、やっと来たな。俺の焼いた犯人。大原麺ボーイ。はい、挑みに来ました。おぉ、さあ、はっ、俺のスピーカー行ってこい。俺の相棒。よし、バトルファイト。来たな。やれ、弱っ。え大原麺ボーイ、はい、またの挑戦を待っている。ありがとうございました。強くなれよ。よし、来たん、やってやる。え、不在？あれ、チャンピオンボーンいないんだけど。期待してるよ。頑張れよ。ああ、ごめんなさい。あ、麺を連れてきたゴーレムがあまりにも弱すぎて。何ゴーレムだったんすか、麺の。スイカゴーレム。あの一撃で。一撃。失礼します。次の挑戦者、あ、オンリーゴーレムか。ちょっとオンリーゴーレムでしょ。オンリーボーイか。さあ、さっきのかまどゴーレムはちょっとなんか動かなかったけど、今度は大丈夫なんだろうな。ちょっと珍しいものを用意してきた。なんだ。でよ。サガンゴーレム。サガンゴーレム。これは楽しみだ。サガンゴーレム。レディーゴー。ウィーン！さよなら。また来てくれよな、チャンピオン。おお、ドズルボーイ。チャンピオンすごい勝ちまくってるみたいだね。弱すぎるわ、ちょっと。これがチャンピオンの力。僕のゴーレムと戦ってよ。ちょっと今度は手応えのあるゴーレムが出てくるんだろうな。これなんだ？いけ！これなんだ？石炭ゴーレム！石炭ゴーレム！これは強そう、見た目は。いくぞー。何見た目はって。ファイ。おいしょ、おいしょ。まだまだー。オラフボーイ、オラフボーイバトンタッチだ。オラフボーイ
どうも。オラフボーイ、来たな。来ましたよ。これって、一個ずつっすよね。で、負けたらまた後ろに並ぶって感じですよね。そうだね、そうだね。よし、じゃあ僕は。君のゴールも見せてくれ。はい。まだ多分出てないやつだと思うんですけど、いきます。ほい。お？このゴールはなんだ？レッドストーンゴーレム。レッドストーンゴーレムすごいよな。絶対強いこれ。いくぞ、レッドストーンゴーレム、レディーファイ。いや、絶対強い。ファイ。え？ 4 話。オラフボーイ、またの挑戦を待っている。いや、愛が足りんかった。チャンピオン強すぎるわ。チャンピオン強すぎるわ。強すぎる。失礼します。お、続けてくるか、オンリーボーイ。続けてね、さっきの。赤い砂系統ということで。ほい。これ何これ？テラコッタゴーレム、ね。テラコッタゴーレム、テラコッタゴーレム、なんか、もうさ、継ぎ目がないな、なんか。よし、行くぞ、テラコッタ、テラコッタゴーレム行くぞ、レディーファイ！いけ。あ、もう皮膚入った。いや、防御力はなかなかある。ただ俺の腕が。いや強いな、チャンピオン。お邪魔しました。おお、まだ次の挑戦待ってるぞ。お、続々来たな、続々来たな。チャンピオン、またチャレンジに来たよ。おお、ドズルボーイ、次のゴーレムはなんだ。おお、それはラピスラズリゴーレム、いけ。おお、ちゃんとチャンピオン顔見て、顔、これはそうだ、顔見てちゃんと。なんでチャンピオン、なんでこれ、なんだこれ、このゴーレム顔は。この黄色線、なんだこの黄色線は。おお、ラピスラズリゴーレム、レディファイ。よいしょ。大爆発しろ、大爆発しろ。大爆発するのこれ。大爆発、いや、ちょっと待って、ちょっと。毒になった、毒になった。いやー、惜しい。毒になった、やばい。危ない。そんな能力あんのか。危なかったぞ。いや、いい戦いだったな、今の。強くなったな、ドズルボーイ。チャンピオン強いな、やっぱ。ちょっと待って、ケーキも減ってきたな、まずいな。頼もう。ああ、大原メンボーイ。強くなって帰ってきました。さっきのスイカゴレムはちょっと散々だったからな。あれは割と放送事故レベルでしたね。ちょっと体力回復する前、ちょっと待って。ちょっと手こずっちゃって今。わかりました。だいぶ手こずっちゃって。よし、準備はできたぞ。大原メンボーイ、君の持ってきたゴレムを見せてくれ。わかりました。はぁ。おっしゃ、それは行ってこい。戦力眼ゴレム。戦力眼ゴレムくんです。おーし、行くぞ、戦力眼ゴレム。レディーファイ。ファイ、ファイ、いて、お、スイカより硬い、いて、ちょっと硬い、硬い、おお、ちょ、あー、まあまあ強かったぞ。そこそこでしたね。オラウンボーイ、まだの挑戦待っている。出直してきます。強すぎるでしょ。おー、オラフボーイ、でも負けんどす。いきます。俺も見せてくれ。なんだ、キラ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 、お、グローストーンのグローストーンゴーレム。いや、これキラッキラしてるわ。眩しい、眩しい。ヤマさんのサングラスを。これでメクランセだ。レディーゴー。え？一個いいですか？うん。今までワンパンで死んだゴーレムってありました？今んと、さすがにあの段階で死んだやつはいなかったよ。出直してきます。ちょっとすま、なんかごめんな。いや、多分それ苦労して手に入れてきたんだろうけど。いや、そうっすよ、わざわざネザーまで行ったんだ。ごめん、ネザーまで行って。あ、ちょ、これ誰もいないんで、僕もう一回一個あるんで。あ、いいよ。じゃあ、ちょっとリベンジです。いけ。これはどうだ、これ強そう。これ絶対強いでしょ。これマグマストーンゴーレムね。これは強いでしょ。よし、これは行くぞ、レディーファイ。こっちだ。いた。あ、ちょ、燃えてる。おー、強い。燃えてる。いや、やるやん。ワンワンゴーレム。おー。危な。え、なんだ。え、なんだ。え、待って。それは聞いて。びっくりした。おもろ。これおもろい。びっくりした。ほら、もう、危なかったぞ。危なかった。びっくりした、今。チャリーン。あ、ケーキがあと、これしかない。しまった。でも強いやつ狙いに行くしかないよな、強いやつ。TNT かね。お、TNT 行くわ。TNT ゴーレム絶対強いでしょ。ポンかな。来た。早速来たよ。
1、2、3、4、5。あ、オーラくんダイヤモンドだ。やば。ちょっと待って、終わるぞ終わるぞこれ。ダイヤモンドからの黒曜石いったら、黒曜石とか硬いでしょ絶対。だって鉄よりは絶対強いもんね。 OK。 さあ、まあ、一応入りますが、お、あ、あそこ多分オラフ君のゲートかな。すごい見事に何もないかも、もしかしたら。お、こんな感じで遊んでたら、あ、金ブロック2つ。金ブロック僕20あるから、ゴールデンいけるね。あ、しかも黒曜石もゲット、ラッキー。その分かったことがあるのが、その大して弱いやつだったで、本当に弱えっていう、大したことねえやつは本当に大したことないんで。スイカ割りゴーレムにされちまったから、さっき。チャンピオン、チャンピオンいらっしゃいますか。あ、いらっしゃいました、いらっしゃオンリーボーイ。いやー、ちょっとさっきから振るわないですけども。待っていたぞオンリーボーイ。いけ。これ何、おお。自分もわかんないです。あ、磨かれた玄武岩ゴール、磨かれた玄武岩ゴールも。いけ。お、デルタの住人か。行くぞ、レディーファイト。いた、いた、いける、よいしょ。いけ。いやー、まあ、なんか危なかった。まあまあ強かったな。振るわないですね。オンリーボーイ、ヒントをやろう。ヒント、今ケーキがなくなった。なるほど、こっから体力回復ができん。またの挑戦を待ってるぞ。差し入れ入れます。差し入れあるの。差し入れちょうだい。あ、差し入れいいね。差し入れ助かる、差し入れ助かる。ありがとう、ありがとう。差し入れ助かる、本当に助かる。とりあえずこのゴーレム、ゴールデンゴーレムボンさんにぶつけたいな。 あっち村ある。村のチェストの中にワンチャン黒曜石入ってることもね、あるのよね。鍛冶屋さんかな、鍛冶屋さん、鉄が入ってるチェストにたまーに行ってみるか。来た来た。あれ、オラフ君来なかったっすか。オラフ君来たけど向こう行っちゃった。まだ、いや、オラフ君ダイヤモンド蓄えてそうなんで、いつでもいつでも。これが終わったらちょっとさせるようになってくるんで。羊毛ゴーレム、なんか来てる、なんか来てるぞ。羊毛ゴーレム、羊毛ゴーレム、なんか来てる、なんかちょ、なにこれ。行くぞ羊毛ゴーレム、レディーファイト。ないですけど、あ、来た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 、あ、見てられない、失礼しました。攻撃力も弱いなこの辺のやつらは。お、黒曜石あんじゃん、これいいんじゃない？これ戻るか。これは強いだろう。あ、でもさばかんな。ピラミッドちょっと見たくない？ピラミッドちょっとさばい、あったらさ。TNT ゴーレム絶対楽しいよ。チャンピオンお腹が空いた、バトルの際は差し入れを持ってくるように。やば、チャンスってことじゃん逆に。やべ、チャンピオン腹空いちゃった。もう。いやー、借り入れ時だな、そろそろ。いやー、黒曜石出したいな。絶対黒曜石出せば勝てるんだろうけど。ダメだ、俺 TNT 読んでる。TNT ゲームみたい。よし。いけー。あー、足りない。あ、いける。いけるぞ、TNT ゴーレム。よし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 。TNT が足りました。よし、来た。よし、チャンピオン。来たぞ、オラボー。差し入れ持ってきたよ。ほらほら、ステーキだ。1個で。じゃあ、ステーキ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。チャンピオン。助かる。もうこれで僕は決めに行きます。さあ、来い、オラボーイ。じゃん。じゃん、え、じゃん、え、じゃん、え、入れよ黒曜石ゴーレム。黒曜石ゴーレム、これ強そう。いや、強そう。行くぞ、レディーファイト。行け、ゴーレム。黒曜石ゴーレム、待って、あ、やばい、行け。
強い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 強すぎる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 強いやー、今 TNT 読めまいしようと思ったのに。TNT もあったの？今 TNT 行こうと思ったのに。いやー、ちょっと、ちなみに誰が長すぎた？オラフ君。黒曜石は僕が。オラフ君か。うわー。ずっと掘ってました。みんな黒曜石掘ってるんかなって思いながら。そうそう、僕は2つ集めて、黒曜石めっちゃ探してたの。普通に強い。村で4つ見つけたのに。マジ？あ、じゃあもうメモ持って帰ってる土地だったんだ。うわ、接戦だったな。くそTNT 探しました、帰りの砂漠で。なるほどね、なるほどね。寄り道が。僕、このゴールデン、ゴールデンゴーレムをね。うわやばい、TNT やばそう。一応ちょっと番外戦でチャンピオンお手合わせだけお願いしていいですか。あ、オッケーオッケー、どっちから取るか。え、じゃあゴールデンゴーレム。いけ。レディーファイト特殊効果ないな、すごい、ない、いや、強い強い強いも強いな。ラプスラズリの時はね、結構ね、毒効果、毒はね、マジで強いよ。ラプスが毒、強いな。ラプス毒だった。じゃあ TNT 行こう。 TNT、 いや、これ強いでしょ、強いでしょ、さすがに強いと思うんだけど。爆発と行くぞ、レディーファイト。うわー、強い、強い、めちゃくちゃ強い。ゴーレム、ゴーレム、早ければ。確かに。いやー、じゃあこれも、あー、危ない危ない危ない。えー、何それ、やば、おもろ。え、だからプラスは麺も黒曜石持ってたし、オンリーも TNT 持ってたから、ほんと紙一重の差でオラク優勝だ。いやー、すげー面白かったな。すげーな。はい、ということで、本日は、チャンピオンボンに見事、勝った、オラクが優勝でございます。イエーイ、おめでとうございます。いやー、今回でも接戦でしたな。チャンピオンボンどうでした？いや、もう強いゴーレムと、うん、だから弱いゴーレムの差が激しかった。確かに、それはもうチャンピオンしか分かんないからな。グローストーンゴレム、うん、レディーファイのファイで死んじゃった。いや、ほんそんなよくない、もろいからね。もろいから。特殊効果とかあって、はい、なかなか面白かったですね、いろいろ。あれが出て、個性が出て面白かったです。はい、というところで、じゃあまたね、こういう企画やっていきたいと思います。今日の動画面白かった方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。というところで、じゃあ本日の動画こんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。なんかお願いばっかですいません。すげえお願いばっかしてんなと思って俺たち。